今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ、今回は、皆さん本当に大好きな方が多いのではないでしょうか、野村つくだにさんに伺いました。こんにちは。こんにちは。店頭には、はい、あの春を思わせる商品並んでますね。ご紹介ください。はい、先取りをさせていただいております。はい、まずは早春の味ですね。はい、吹きのとう、はい、はい、もう大人気のね、大人気となっております。そうですか。まあ、味の特徴としてはほろ苦いっていうか。そうです。ちゃんとね、佃煮になってるんですけど、はい、苦味も残ってるので、はい、もうほんとしっかりね、ご飯のお供にもなりますし、ちょっとね、この柔らかいお豆腐の上に乗っけてもらってもね、シャキシャキ感と柔らかいお豆腐を合わせてもらうのがね、私のおすすめでございます。そうですか。はい、まあ、色目も綺麗ですし、あのちょっと苦味もあって美味しいですね。はい、はい、おすすめです。それからですね、はい、はい、ちょっと先に進みまして、桜ご飯、はい、これはピンク色で、ほんのりピンク色で綺麗ですね。はい、そうですね、もうほんと色味をね、もう桜、春を彩る感じでね、残させていただいてて、たけのこがたくさん入ってるので、シャキシャキとしたね、食感を楽しんでいただける一つになってます。そうですか。あの、これをもし私が買わせていただいて、お家でどのように調理したらいいんでしょうか。もうほんと簡単で、はい、炊き上がったご飯に混ぜていただくだけ。混ぜるだけ。混ぜるだけです。もうこれが本当に推しポイントです。はい、あ、もうね、そう、一緒に炊いていただくとか、もうそういう手間一切なく、もう混ぜるだけです。混ぜるだけ。あるご飯に、あの、酢をこう混ぜたご飯がいいとか、なんかそういうこともなく、一切ございません。一切ございません。このだしにお味がついておりますので。そうですか。はい、たけのこと、こうほんのり塩味の桜が混じっていると、はい、されてますね。そうですね。もう来月ちらし寿司のね、時期がやってまいりますので、はい、本当ですね、おひな様。ピンクでね、もうぴったりやと思うので、ぜひご家庭でお子さんと一緒にね、使っていただいてもいいかなと。可愛いですね。はい、はい、ちらし寿司お母さん作ったよって言われることができますね。そうですね、はい、もうぜひ。それからですね、はい、まあ、まだまだあの節分が過ぎたとはいえ、寒いなっていう。そうですよね、まだまだ。店長おすすめの一品。はい、もう酒の魚、はい、お酒が好きな方に、はい、ぜひおすすめしたい実山椒ですね。実山椒、これはピリッときそうですね。そうですね、もう一杯がね、もうピリピリっといい感じのね、アクセントありますので、はい、もうこれでね、熱燗をキュッと飲んでいただければ、ありがとうございます。もう寒い冬乗り越えていただけるんじゃないかと。